こんにちは、アルです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はちょっとデニムを買いに行ってきたので、その動画をお届けしようと思います。比較的ね、お家から近くにある岡山県にある小島に行ってきました。小島にある桃太郎ジーンズに行ってきました。はい、入り口に桃太郎がジーンズみたいなのを履いてね、立ってますよね。何回か行ったことはあるんですけど、買ったことなかったので、今日はしっかり試し履きして選ばしてもらおうと思ってます。で、このお尻に日本ラインがあるのが出陣レーベルっていうやつです。出陣ですね。桃太郎がほら鬼退治に行くときに旗に日本線入ってたと思うんですけど、それを右のポッケに入れたモデルが出陣レーベルです。で、今きっとこれ履いてるのがミドルストレートかレギュラーストレートかどっちかですね。で、私どうしてもボタンフライが良かったので、もう選ぶ種類はレディースではなくてメンズからしかなかったんですけど、メンズもボタンもジッパーも選べるので、レディースはボタンがなかったのでね、ちょっと残念なんですけど、メンズの中から選んでいきました。ね、どうしてもね、股上が少し私は浅いのが好みなので、こうワイドな感じになると股上も深いものが多くて、そうするとね、すっごい上まで上がってしまってちょっと履きにくいなと思ったので、股上でちょっとモデルは選ばせてもらいました。で、今履いてるのはこれはヴィンテージレーベルですね。ヴィンテージのきっとこれは何かな、ワイドかな、履かしてもらってると思います。これも良かったんですけど、あんまりちょっと大きすぎるとなかなかこう履いたシワが出にくいので、ちょっとこれはやめときました。はい、そしてまたこれは、出陣ですね。出陣のワンサイズアップしたやつを履いてると思います。28やったらね、お尻周りとか腰はまあまあ普通のゆったりで良かったんですけど、足がちょっと細いかなと思ったので、足を少し太めにするためにワンサイズアップ29インチに履き替えているところです。これでも今下にちょっと分厚めのスウェットとか履いてもね、上に履けるぐらいのゆったり加減で買いました。本当にね、悩んでいろんな話を聞いて、結構私にとっては高いデニムなので、本当にちょっと腰回りとかお尻の雰囲気とか、太ももからの落ちた感じとか、ちょっとこういろいろしっかり考えさせてもらって、いろいろ相談に乗ってもらって、最終的に決めることができました。今履いてるのが結局買ったモデルになってると思います。29インチの、タイトストレートですね。で、一回同端レーベル履いてみるって言って、今やったらサイズあるよっていうので持ってきてくださったのがこの同端レーベルです。右のお尻にイエローステッチでこう桃の形、ちょっと三日月みたいな形がこうラインが入ってるモデルです。これもすごい良かったです。これとちょっと悩みました。これ 14.7 オンスで、まあ私が買った出陣よりかは1オンス低くて、まあそれでも分厚めなんですけど、履き心地も良くて柔らかくてすごい良かったですね。今度もし買うことがあったら、こっちのモデルを買ってみたいなと思ってます。はい、はい、で、裾上げしてもらいました。どうしてもちょっと日本人足がちょっと短いですので、少し切りましたね。そう、裾上げするとこね、とってもいいですかって確認してから取らさせていただきました。ありがとうございます。その後はちょっとジーンズストリートあんまりお店ないんですけど、こう少し歩きながら、お天気も良かったのでちょっと歩いてみました。
ジーンズストリートならではのこの電柱の間にねジーンズがかかってたり、こうトイレのところになんかこうちょっと写真があったりとかって、こういうところはいい雰囲気ですよね。で、実は私何回か行ってるのに知らなかったことがあって、この道デニム色になってるんですよ。で、白に赤のライン、このセルビッチがしっかり入ってるんですよね。赤耳です、赤耳。面白いですよね。またちょっとしたら遊びに来ようかなとは思ってます。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルがちょっとでも面白いなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録と、あとはコメントもたくさんいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。